著者山本修五郎遠所道ど七味春五郎一岸島井サプロはその日をよく覚えているそれは法暦の2年で彼が二十一歳になった年の三月二日であったよく覚えている理由は一日に 二つの出来事があったからで、その一つは道場の師範から年流の折り紙をもらったこと。他の一つは新村家のヨイゼックに招かれたこと。そうして、そのヨイゼックの席で、彼は不明の人から炎症をつけられたのであった。岸島の家は老職で、代々下半という役が、 世襲になっている。一般に下半は、老職連署のことであるが、この半では、監査という含みがあり、公文書を検討し、これを認証する意味を持っていた。それも近代は、形式的な役目になっているが、ことのあった場合には、責任を問われるので、まるっきり、官職というのでもなかった。三男は、 大抵暴れん坊と決まっているようだが、井出三郎は幼い頃から、のんびりした、おとなしい子であった。長兄の和平は短気だし、時刑の林次郎は感触持ちで、二人は絶え間なしに喧嘩していた。面白いのは、父の元右衛門も強情で一徹だったから、しばしば喧嘩は三人に発展する。 親子三人が真っ赤な顔になり、唾を飛ばしてわめき合ったり怒鳴り合ったりする。なかなかの相関であるが、三男のイデ三郎だけは決してその仲間に加わることはない。彼は脇の方で黙って、びっくりしたような目つきで眺めているばかりだった。生きているのか死んでいるのかわからないやつだ。 知の元右衛門はよくそう言って下打ちをした。すると母の彼女は悲しげに言うのであった。こんなにおとなしいのは一生部屋住みでいるように生まれついたからではないでしょうか。私にはそんな風に思えて、かわいそうでしようがございませんわ。母親の予感というものはバカにならない。時系の林次郎は十五歳の時、 原田又左衛門へ養子に行ったが、井出三郎には思わしい縁もなく、二十一歳という年を迎えてしまった。その前の年、法暦元年、十月開元の二月に長兄が結婚し、同じ十月に父が病死した。それを機会に井出三郎は母屋から出て、邸内の別棟の住居に移ったのであるが、 それは元足軽長屋だったのを建て直したもので、八畳と六畳に長四畳の板の間があり、かってもついていた。後ろには井戸。井戸端からすぐ向こうに隣の新村邸の池垣が伸びていて、新村家自慢の梅林がよく見えた。彼は無論炊事はしない。 三度の食事や茶には、母屋から知らせに来る。朝食が済むと弁当を持って、立志館という犯行と、急進堂と呼ばれる年流の道場へ通い、また、兄の用事を手伝うというのが日課である。もっとも、兄の用事は、公務多忙の時で、これは年に二三回のことに過ぎなかったが。さて、 彼は三月二日に急進堂の師範から流儀の折り紙をもらった。もらわずに終わるものよりましだろうが、十一歳という年では決して早くはない。師範はその時、次のようなことを言った。そのもとは最近であるし、手筋も万世型のようであるから、今後なお弁礼すれば、 腕前はさらに上達すると思われる。どうか、怠りなく、修行を続けられるように。井手三郎は心の中で、どういたしまして、と呟いた。彼はもともと剣術が好きではなかった。急心堂へ入門したのも長兄の命令で、剣術でもやったら少しはしゃっきりするだろう、という意見からであった。 その兄も結婚し、家督相続をした今では、もう彼のことなどに関心を持っていないようだし、全く予期しない折り紙などをもらったことではあり、自分ではもう道場を辞める決心をしたのであった。ご期待に背くようで、虚手くですが。と、井出三郎は言った。実は、家事の都合がありますので、残念ながら、強化技、 対問させていただきます。市販は、いい顔はしなかった。だが、無理に引き止めたいという様子でもなかった。そうして、彼は帰宅しても、そのことは誰にも、母にさえも黙っていた。それには、理由があったのであるが。これでよし。と、井出三郎は手をこすりながら独り言と言 ついでに、犯行の方を退学しよう。そして、これからは、やたてと帳面を一冊と、弁当を持って、毎日ゆっくり歩き回るんだ。閉めたぞ。そして、その夜。彼は、新村家の、ヨイゼックに招かれた。ヨイゼックの正体は、毎年の例であった。新村は、隣屋敷で、科学は、岸島より、やや低く、主の勘家門は、 国の十郎を務め夫婦の間に二男一女があり末娘の七恵と井手三郎とは幼なじみであった家族同士も往来しないことはないが井手三郎と七恵とが両家の交際を代表しているようなものであった七重は彼に似てこれまた末っ子にもかかわらず おっとりと無口なたちで、兄たちとは年も離れているし、他にまだ友達のない自分は庭の炭などでしょんぼりと一人で遊んでいるという風であった。髪の毛が少し赤く丸顔のおちょぼ口で、目はいつも泣いたようにしっとりしているし、ふっくらとした方には水密灯のような細かい産毛が生えていて、 笑うと、唇の両端に、エクボがよれた。あたくち、なえというのよ。彼女ははじめ、自分の名をそう教えた。したったらずになまったのだろう。後には治ったけれども、はじめのうちはわからなくて、イデザブロは、どう読んでいいか、当惑したものであった。両家の庭境は、かさぎべえになっているが、 一部だけ、まさきの生け垣のところがある。二人はその生け垣の間を抜けて、どちらかの庭へ入って遊んだ。二人ともほとんど口をきかない。誇張して言えば、廊下、おしのような具合で、ちょっとした手真似や身振りや、簡単な目くばせなどで十分に用を弁じた。 これはお互いが成長するに従っていくらか違っては来たが根本的には変化がないと言ってもいい。新村夫人の席女などはしばしば不審そうな目つきで二人を見比べながら言うのであった。あなたたちって全く変よ。何も言わないのにお互いの気持ちがそんなによくわかるなんて。 まるで暗号ででも話してるみたいようだわ。彼がヨイザックに招かれることは母親の彼女だけしか知らなかった。父や兄たちにはずっと内緒だった。知っていたら許されなかったばかりでなく多分頭から叱りつけられ軽蔑されたことであろう。稲祭りだから集まるのは女性ばかりだし、 そんな席へ武家の男子たる者が、のこのこ出かけてゆくなどということは、全く常識外れだったからである。二。その夜は珍しく、彼の他にもう一人男の客があった。名を笠井中也といい、父の十米は九百五十国の老職である。 井手三郎とは旧神道の同門で、年は二十五歳。剣術も学問もあまり出来は良くないが、社交上手とでも言おうか、性格は派手で調子が良く、新柳町の加害ではなかなかの遊び手だと言われ、色めいた噂が絶えなかったし、井手三郎などもそのうちのいくつかが事実であることを知っていた。 クサは家が裕福だし、一人息子だし、男ぶりがいいと着ているから叶かなわないよ。青年たちは総評しているが、しばしば中夜に地層されるので、悪口を言うものはあまりなかった。珍しいところで会いますね。中夜は、イデザブロを見て、愛想よく笑った。聞けましたよ、今日。折り紙をもらったそうじゃありませんか。 イデザブロウは曖昧に口を濁した。招かれた娘たちは六人。一人だけ知らない顔が見えたが、あとは皆、イデザブロウと顔なじみであった。毎年の例で新村家自慢のなれ寿司と白木が出、娘たちがそれぞれに芸事をした。ことはこの家の七江と井口かしこ、鼓は 永田松江。姉妹は藤井奏江。そして新顔の娘はオーバー稲といい。これは三言を見事に引いた。永田松江のいとこにあたる永田幾代と、器量では群を抜いている南文とは何もしなかった。二人だけはいつも見ているばかりである。笠井中也は知らないから、何かやれ。 くどくすすめった。わたくしたち、だめなんですの。が田いくよが赤くなっていった。二人とも、本当の芸なしなんですもの。ねえ、みなみさま。みなみふみは、にやにやしながらうなずいた。この娘は、ずばぬけて美しいが、頭の悪い方でも引けは取らない。うやが、なおしつこくせがむと、やはり、にやにやしながらい。 私、手間りなら、誰にも負けないんだけれど。娘たちは笑い出し、中夜が懸念な顔をしたので、さらに笑い崩れた。それから、カルタになったが、イデザブローは二度だけ付き合って先に帰った。中夜の座持ちがいいので、娘たちはすっかり京に乗り、いつ宴が終わるか、わからないからである。 七重は脇玄関まで送ってきて、何やら気遣わしそうに言った。お気を悪くなさいまして。いやいや、別に。と、彼は七重を見た。もう、遅いですから。兄に見つかるとね。それで、安心いたしましたわ。七重は微笑しながらうなずいた。彼女の方に、エクボの寄れるのを見て、イデザブローも微笑しながら、 別れを告げた。家へ帰った彼は、母の部屋へちょっと寄って、すぐに自分の住まいへ入った。暗闘に火を入れ、着替えをしながら、井手三郎は部屋の中を眺め回してため息をついた。新村家の華やかな集いとは、およそかけ離れた、しめっぽくて陰気な。 うらかなしい景色である。これが俺のついの住みかだ。彼はため息をつきながらつぶやいた。俺はこの部屋で年をとり、やがていつかは兄の家族の誰かに見とられてこの部屋で死ぬんだ。白きの酔いでいくらか感情的になっていたのかもしれないが。 火災中夜の陽気でこだわりのない処分や、娘たちを強がらせる巧みな遊びぶりを思い、あの娘たちの誰とでも結婚できるし、黙っていても950国の老職になれるのだ、などと考えると、羨ましいよりはむしろ悲しいような、泣きたいような気分になるのであった。脱いだ着物をた,たんでいると、 手元の中から一通の封じ文が出てきた。なんだと、イデザブロは手に取って眺めた。手紙じゃないか。おかしいな。表に、イデ様と女文字で書いてある。彼は暗読のそばへ寄って封を開いた。読んでみると、恋文であった。 自分はずっと前からあなたが好きであった。はじめは単純な気持ちであなたのことを思っても楽しく好ましい気分になるだけであった。生涯、兄弟のようにお付き合いができればいいというふうに考えていたのであるが少し前からはあなたにお会いしても苦しくお会いしなければなおさら ただもう悩ましく辛い時間ばかり続くようになった。あなたはもちろんご存じないだろう。自分もお会いすれば何も言うことはできない。けれどもこの思いを一生胸に秘めたまま終わらせるのはあまりに悲しいので、ぶしつけではあるけれど手紙に書いて差し上げる気になった。 あなたにお渡しする機会があるかないかわからないが、もしお手に取る時があったら、こんな娘がいるということを思って、哀れんでやっていただきたい。そして最後に、恥ずかしいから、わざと名は書かない、ということが記してあった。読み終わった時、 イデザブロウの顔は赤くなっていた。胸がドキドキし、ひどく口が乾いた。誰だろうと、つぶやき、もう一度読み返した。誰だろうその着物のたもとに入っていたのだから、新村家にいた娘たちの誰かにそういない。名前だろうか。いやあ、そうではない。と、彼は首を振った。 渡す機会があるかないかわからないと書いてある。名前ならそんな機会はいくらでもある。井口の賢という娘は前から新村でよく会うが、しかし一番親しいのは永田の松江だろう。けれどあの娘は縁談が決まっているはずだ。こんな風に考えているうちに、井出三郎はふとギギッとし、落ち着かない目で、 あたりを見回した。いたずらをされたんだよ。そういう声が聞こえたように思ったのである。もちろん心の中の声だが、まるでそこに誰かいて、後ろからそっと囁きでもしたような感じであった。彼は急に興ざめた気持ちになり、渋い顔をして手紙を投げ出した。まあ。 そんなところでしょう。と、彼は自分に言った。こんな部屋住みの、こんな気の利かない人間に、本気で恋をするような娘があるわけはない。まあ、ふぬぼれない方がいいでしょうな。しかし実際には、そう簡単に割り切れるものではない。本当にそういう娘がいて、自分のために悩んでいるという気もする。同時に、 それが誰かの悪ふざけで、当人は共暴者、あるとすれば、と一緒に、どこかでクスクス笑っているようにも思えた。そうだ。七重に話してみよう。やがて、眠れない寝床の中で彼はそうつぶやいた。七重に話してみれば、見当がつくかもしれない。少なくとも、いたずらかどうかくらいはわかるだろう。 明る朝。井戸端で顔を洗っていると、生垣越しに七重の姿を認めた。彼女は紫色の地に細かく花を染め出した振り袖を着、き、金茶色の帯を締め、髪にはかんざしがキラキラ光っていた。まるですぐ外出でもするような姿で、梅林の中に立ってどこかを眺めている。 綺麗だな。イデザブローはそう思いながら、両手を口に当てて、鳩の鳴き声を真似た。それが、お互いを呼ぶときの合図で、七重はすぐに聞きつけ、こちらを見て微笑すると、静かに林を抜けて近づいていった。3。 夕べの礼を言ってから、イデザブロウは眩しそうに彼女を見た。どこかへ出かけるんですかこれと、七ナは振り袖の手を左右へ広げ、そして微笑しながら首を振った。い,いえ、ちょっと着てみただけなんです。早く起きてしまって退屈だったものですから。大変綺麗だ。わからないけれど。嬉しいわ。 と、七エは彼を見た。初めてですわね。綺麗だなんて言ってくだすったの。井手三郎は目を逸らした。七エの視線がいつになくキラキラするようで、どうにも見返すことができなかったのである。それから彼はふと思い出したように。見てもらいたいものがあるから、ちょっと待っていてくれ。と言い、 家へ入って、炎症を取ってきた。笑わ,わないで。これを見てください。イデザブロは、そう言いながら、その手紙を差し出した。ゆべ帰ってみたら、たまとの中に入っていたんです。買わないから、読んでください。七恵は、さっと赤くなった。赤くなりながら、両手を後ろへ回し、その手紙の方は見ずに、 それ、お手紙なのでしょそうです。一口に言えば演書です。最も書いてある文句を信ずればですがね。だって、と、七ナは口ごもった。信ずればって、どうしてですのだって、わかるでしょと、彼は言った。私のような部屋済みでくすぐったいる人間に、本気で、 恋文をつけるようなものがいるはずはない。昨へ来た人たちの誰かのいたずらだと思うんです。あなただってそう思うでしょ七重は何か言いそうにしたが、言いかねた様子でただそっと首を振った。読んでみてください。と彼は言った。そうすれば筆癖で誰だかわかるでしょう わかっても別にどうもしやしませんよ。いたずらだということを確かめればいいんですから。い,いえ。七恵は後ろへ下がった。私にはできませんわ。そんなこと。私、ひやでございます。一度赤くなった七重の顔が、この時額のあたりから青ざめ、唇を噛みながら、 怒りのような眼差しでこちらを見上げたと思うと、伊手三郎の呼び止める暇もなく、身を翻すようにして去っていった。これはいけない。怒らせてしまった。伊手三郎は下打ちをした。梅林の彼方へ小走りに去っていく奈良への鮮やかに白い旅の色が、あたかも彼女の怒りを、 大便するかのように思われる。彼はもう一度下打ちをし、持っている炎症をたもとへ突っ込んで、がっかりしながら家へ入った。お互いの仲だからいいと思ったんだが、と彼は呟いた。幼じみだから笑ってみてくれると思ったんだが、やっぱり年頃の娘に恋文を読めなるというのは、 悪かったかもしれない。バカなことをした。と、彼は自分を罵った。ことによると、これで七重との長い友情もダメになるかもしれない。おそらく、もう七重は自分とは合わなくなるだろう。彼はそんな風にも思った。しかし実際にはそんなことはなかった。四五日経ったある日、 庭で見かけたので呼んでみた。ダメだろうと思いながら、鳩の声を真似て呼ぶと、七ナはすぐに聞きつけて振り返り、微笑しながらこっちへ近づいてきた。いでざぶろはほっとして、おじぎをしながら謝った。いいんですのよ。と、七ナは優しく言った。そんなに怒りはしませんわ。<laughs> でも、これから、 あんなことなさらないでね。他人の文を読ませるなんて、あなたにも似合わないことですわ。あなたでなければ、あんなことはしなかったんだが。と、彼はもう一度抵当した。もちろん、もう二度とはしませんよ。七重は微笑しながら頷いた。井手三郎は、立志館へも退学届を出した。 家人には内緒である。そうして毎日、兄嫁のこしらえてくれる弁当を持ち、一冊の帳面と矢立てを風呂敷に包んで家を出かけ、夕方まで一人で歩き回った。井出三郎は少年時分から、地市伝説の類に興味を持っていた。いつか檻があったら、寮内を回って、それらの資料を集めてみたいと思っていたが、 今度ようやくその望みが達せられたわけである。部屋住みとなれば時間は余るほどある。年に二三回、兄の用事を手伝うほかは別に束縛されることもない。小遣いこそ不自由であるが、そんな風に歩き回る分には誰から小言を言われる心配もなかった。五月になってから、 彼は七重に縁談が決まった。ということを聞いた。もう十七だから、それだけなら不思議はないのだが、相手が笠井中也だというので驚いた。それはダメだ。伊手三郎は一人で首を振りながらつぶやいた。それはいけない。他の娘ならともかく、七重にあの男はいけない。彼は中也に、 隠し子のあることを知っていた。中屋が新柳町の加害で遊ぶことは前に記したが、そこの稲村という料亭の娘が中屋の子を産み、すでに三つになるし、笠池から月々の手当てがいっているということを、井出三郎は知っていたのである。知らずに嫁にいって、後でわかったら。 七重はどんなに苦しむだろう。そう思うと、イデザブローにはたまらなかった。話さなければならない、と彼は自分に言った。その上で七重が嫁に行くならいいが、知らないままでやってはかわいそうだ。俺がその事実を知っていて、話さないという法はない。彼はそう決心した。 他人の肘を漏らすことがいいか悪いか、そんなことは考えもしなかった。そしてすぐに、七恵に会うために、庭へ出て行った。かなり久しく呼び合わなかったので、鳩の泣き真似にも疎くなったものか、七恵が出てきたのは、三日目のことであった。それは、毛るようなさだれの午後で、 新村邸の梅林には、雨に濡れた細かい葉陰に、売れた梅の実が点々と眺められた。七重はあやめの模様の着物を着て、素足に高げたを履き、傘の陰から微笑しながらこっちへ来た。伊手三郎は身震いをした。さしている傘の紺色に染まって、七枝の顔は怪しいほど、 美しかった。におやかに微笑したその美しい表情を見たとき、彼は自分が七重を愛していることに気づいた。そうだ。俺は七重を愛していた。井手三郎は心の中でそう叫んだ。ずっと前から俺は七重を愛していたんだ。 火災の秘密を告げようと思ったのは、七重のためではなく、嫉妬かもしれない。そうだとすれば、話すのは卑劣だ。イデザブロは、背筋が汗ばむのを感じた。随分、お目にかかりませんので。七重が近づいてきながら言った。私、幾度も、お呼びいたしましたのよ。 四。井デザブローは苦しそうに笑いながら言った。おめでとう。おし入れだそうですね。まだ早いからって断ったんですけれど。と、ナナエは言った。向こうでは待てないっておっしゃるし、兄もしつこく行けっていうものですから、と、と、承知してしまいましたの。では、まもなく終言ですね。 この、二十八日ですって。七重は、じっと彼の目を見つめた。お呼びになったのは、そのことですのええ、まあ、そうです。イデザブロはまた、背筋の汗ばむのを感じた。言葉が喉まで突き上げてくる。話してしまえ。いや、ダメだ。話す方がいいぞ。 だが、それは卑劣だ。そんな自問自答が頭の中でくるくると渦を巻くように思えた。もうこんな風にして、お目にかかれなくなりますからね。彼は目をそらしながら言った。最後に一言だけ。お別れに差し上げたい言葉があったんです。七重は、 彼を見つめたまま頷いた。世の中には、苦しいことや悲しいこと、辛いことや汚らわしいことがたくさんある。と彼は言った。あなたも結婚すれば、どうしてもそういうことを経験しなければならない。そういう時絶望したり、やけになったりしてはおしまいです。人間にもそれぞれ弱点がある。 醜い、いやらしい面が、誰にだってあるものです。苦しみや、悲しみや、醜さや、いやらしいことを経験し、そういうものに鍛えられて、初めて人間は、大人になってゆくんです。わかりますか七重の目に、涙が浮かんできた。彼女はその、涙の浮かんだ目で、なお、 イデザブロを見つめながらうなずいた。もう一度言いますが、世の中には美しいことばかりは決してないものです。どうかそれを忘れないでください。イデザブロはこう言って、ナナエに微笑してみせた。自分が若いくさにこんなことを言う資格はないだろうが、ナナエさんとは長い付き合いだったし、 別に差し上げるものもないものだから。ありがとうございます。おっしゃっていただいたことは忘れません。七重は指で目を押さえながら言った。嬉しいございますわ。イデザブローは彼女の姿をじっと見つめたたっぽりある重たげな髪、ふっくらとした方、小さな肩から 豊かな胸となり、腰から足へと流れる、艶やかに柔軟な線。早く、忘れることができればいいが。胸に鋭い苦痛を感じながら、そう思って彼は目を逸らした。七重の婚礼には、兄夫婦が出た。無論部屋済みで、 独身の彼などに出席できるわけはない。彼は二十八日の夜を一人で祝杯をあげた。兄が酒を飲まないので、普段家には酒がない。彼は母に頼んで少しばかり買ってもらい、自分の部屋へ禅を運ばせて、七重の幸福を祝って飲んだ。日が経ち、月が経った。 秋の悲願に、七枝が訪ねてきた。実家に来たついでに寄ったのだそうだが、井手三郎は資料集めに出ていて会えなかった。ミネさんがいないので、残念がっていましたよ。母がそう言った。彼は無関心を装っていた。一日も早く忘れたいと思うし、また他人の妻になった姿などは見たくない。 会わずに済んで良かったと、ほっとしたくらいであった。明る年の夏の初めに、井手三郎は思いがけない地球を得た。彼には立身館の先輩であり、兄には旧友の、貞高半兵という男がいた。貞高は、やはり老職であるが、半兵は実子ではなく林九代、林旧大 留守役三百国の三男から養子に入ったものであった。立志館でも春祭と言われたし、旧神道でも師範をしのぐと評された。三年前、犯行の側近へ挙げられて、江戸、国元とも、おそばさらずだったが、その時天母のため、理由は他にあった。帰国したと言い,い、兄の和平を訪ねてきたついでに、 イでざぶろうの住まいを覗いたのである。イでざぶろうはすっかり孫ついた。サかタカ半兵ともある者がわざわざ彼の住まいなどへ来ようとは全く思いがけなかったからである。だが相手は気軽に上がり込みこちらの挨拶などを聞き流して部屋の中を見回しながら言った。だから聞いたんだが 郷土史の資料を集めているそうじゃないか。いや、それは。伊手三郎は老狽した。それはそんな大層なものじゃないんです。ただ、暇つぶしにやっているだけで。書いたものがあるんだろう。ちょっと見せてくれないか。伊手三郎は赤くなって拒んだ。しかし、半兵衛はそれが目的で来たらしく、さっさと立って部屋の一部へ行き。 そこの気片に置いてある筆記類を自分で取ってみようとした。待ってください。伊豆三郎も仕方なしに立っていった。そんなにおっしゃるならご覧に入れます。まだ始めたばかりですし、本当に自己流のつまらないものなんですが。つまらないかどうかは俺が判断するよ。半兵衛は武遠旅に行って彼の差し出す筆記を丹念に見てい どうしてこれが分かったろうイデザブロは腑に落ちなかった。後で分かったのだが、半米は反省の広範な改革を計画し、そのために領内全般へ、密かに下調査の手を伸ばしていた。その調査網に、イデザブロの行動が引っかかったというわけである。これは後日分かったことで、その時は知らないから、 出三郎はまるで、ばかされでもしたような気持ちだった。すまないが、水をくれないが、と、半兵衛がそこへ座りながら言った。あっちで酒を飲んだものだから、喉が渇いてしようがない。ここには本当に、水しかないんですが、茶を入れてきましょうか。そいつを頼む、茶の方がいい。落ち着いて、筆記を見るつもりらしい。出三郎は、 おもやへ茶を取りに行った。半衛はすっかり見終わってから、紙と筆を求めて、次のような項目を書いた。林草土壌、空間地、水利、というのである。彼はそれを、井手三郎に渡して行った。すまないが、財財を回るついでに、これだけのことを調べてくれないか。費用は俺が持つよ。いや、そんなものはいりません。 部屋住みの草に負け惜しみを言うな。半兵衛は紙入れから何菓子かを取り出し、返しに包んで机の上に置いた。俺もそうゆずが効くわけじゃないから、半年ごとにこれだけと決めよう。それでやってくれるかお役に立つかどうかはわかりませんが、役に立つようにやるのさ。半兵衛はニヤッと笑った。こういう人のためにもね。 そして、机の上を指さした。そこに、一通の手紙が置いてあった。井手三郎はドキリとした。それは、いつかの、炎症だったのである。その筆記の中に挟まっていたんだ。お読みになったんですか好奇心が強いんでね。半兵は、からかうように笑った。兄貴は知らないんだろう相手は、どういう人なんだ 冗談じゃない。それは誤解ですよ。イデザブロはヘドモドしながら、その演唱の行き先を手短に話した。半米は信じかねるようだった。演唱をつけられたのは一通だけで、その後は機会のないためかもしれないが、全くそんなことがないのだから、誰かのいたずらだということは、ほぼ確実である。彼はそう説明したのだが、 半兵はそうは思わないようであった。俺はそうは思わないな。俺にはどっちでもいいが、と半兵は言った。この文章はふざけて書いたものじゃない。文章というやつはなかなかごまかせるものじゃないよ。しかし、これだけ思われていて相手の見当がつかないというのはううなるもんだね。自分でもそう思いますよ。 女遊びをしたことがないんだろう。判定は、こう言って立ち上がった。俺がこれから新柳町をおごってやる兄貴にそう言って着替えて来いよ。断っても承知しないらしい。伊手三郎はかなり迷惑だったが、仕方なしに母屋へ着替えに行った。五。 連れて行かれたのは、新柳町の門漫という料亭であった。門漫は第一流で、主に藩の重役とか、大商人などを客にしている。松屋川の河市に面して、別棟になった離れ屋も三棟ばかりあった。藩兵衛は芸儀を五人挙げ、この男はまだ女の肌を知らないんだ。などと言って、入れ三郎を紹介した。 この中で我こそと思う奴はくどいてみろ。くどいてものにしたら褒美をやるぞ。女たちは、キゃっと声を上げ、一斉にイデザブロを取り巻いた。彼はほとんど逆上したような気分になり、虚勢を張る元気もなく、小さくなって酒ばかり飲んでいた。半衛は七日ばかりいて、江戸へ帰った。驚いたことには、 半衛の包んだ金は二両あった。もし半年ごとにそれだけくれるとすれば、年に四両である。イデザブローは少なからず興奮した。彼が兄から支給される小遣いは、もちろん小遣いだけであるが、一年に二両二分と決まっている。そこへ四両というものが入るとすれば相当な高で、これは、 彼が興奮するのも無理はなかった。何が幸せになるかわからないものだ。と、イレザブローは自分に言った。合わせて年に六両二部といえば、ちょっとしたお役についたも同様だからな。おまけに、こっちの道楽のついでにできる仕事なんだから。しかし、彼はどうして俺の資料集めを知ったんだろう その点がまだ振り落ちなかった。そして、四項目の調査も何のためのものかわからなかったが、格別知る必要もなさそうなので、そんなことは考えないことにし、今度は大層豊かな心持ちで、領内を回るようになった。年が明けて、法暦4年の3月、参勤の糸まで帰還した長戸神宗都氏ともに、 サダ半兵衛も帰ってきた。井出三郎は三日ごとにサダ邸へ行った。それまでに調べた事項が半兵衛の要求に合っているかどうか、特に土壌の項に自信がなかったので、その意見が聞きたかったのである。半兵衛は結構だと言った。稲田を麦作に使えないかと思ったんだ。稲を刈った後の田を。 半年も遊ばせておくのはもったいないんでね。半兵衛は彼の長所を見ながら言った。肥料を別にして土質がどうか知りたかったんだが、これでいい。これからもこの方針でやってもらおう。そうして、不意にこちらの目を見つめてから言った。遠所の主は、わかったがね。出三郎は返事をせずに長所を片付けた。 あくる年の二月、藩主と一緒に出府するまで、藩兵はしきりにイデザブロを各門へ連れ出した。藩兵の遊びぶりは相変わらずで、よく言えば合法というのだろうが、あんまりズケズケと露悪的なので、イデザブロはいつもヘキエキするばかりである。それでなるべく避けようとするが、藩兵は面白がってでもいるような具合で、巧みに捕まえては、 連れ出すのであった。奈良への消息はほとんど聞かなかった一度門ドの廊下で葛西中也に会ったことがある泥酔して芸妓に支えられながら手洗いにでも行く様子であったが井出三郎を見つけると愛想よく笑いながらひょろひょろと寄ってきて肩をたたいた俺が驚いた こんな道ころであんたに会おうとは思いがけない。中也はなれなれと言った。どうです私の座敷へ来ませんか一緒に一つ世帯に。井手三郎は連れがあるからと断った。中也は醜い顔になっていた。相棒が変わったわけではなく、全体の印象が汚れて、腐った匂いでも発散するような感じだった。 あんたは硬いんだってなあ。と、中也は愛想笑いをした。あんたのことは、七夜か聞いたよ。真面目で硬い人物だって、こんなところであったなんて、言っても信用しないだろう。イデザブローは黙っていた。あらも硬い女だ。中也は続けた。いつまでも硬くて真面目で、おまけに病気ばかりしている。丈夫そうな体をしているくせにね。 病気をなすってるんですって。秋になったら、林田の温泉へでもやってやろうと思うんですがね。体の弱い女房なんて持つもんじゃない。本当ですよ。子供も産めないとなると、問題ですからね。昼夜は、芸儀の肩を抱いたまま、ひょろひょろと廊下の向こうへ去っていった。それ以来、何か噂はないかと思って、 母や兄嫁の話に注意していたが、やはり七重の消息は聞けなかった。中也は、子供も産めないとなると問題だから、と言った。火災には老夫婦がいるから、確かにそれは問題になるだろう。まして、中也には隠し子がある。稲村の娘に産ませた男の子は、もう六歳になるはずであった。 噂のないのは、無事に言っている証拠だろうが。と、出三郎は一人で、重くため息をつくのであった。しかし、病気ばかりしているというのはどういうわけだろう。もしかして、隠し子のことが分かって、それが原因で参ってしまったのではないだろうか。秋になったある日、出三郎は新村邸の庭で、 七重の声がするのを聞いた。紛れもなく七重の声のようだったので、胸を躍らせながら井戸端へ出て行った。しかし、池垣のそばまで行ってみても、誰の姿も見えなかった。彼は両手を丸めて口に当て、そっと鳩の鳴き真似をした。はじめは低く、次第に高く。ほっほ、ほっほ。 ったすると、不意に、生垣のすぐ向こう側で、一人の女の子が立ち上がった。そこの生垣の陰で、しゃがって何かしていたらしい。6つばかりになる、丸顔のかわいい女の子であった。おじさん、お茶はずね。と、女の子は、びっくりしたような目で、こちらを見上げた。それ、何のまねなの袋田はね。 ああ。彼はうなずいた。あなたは誰新村さんのお嬢さんですかええ。あたくし、父ちゃんよ。そして、目を細めて、ニこっと笑った。六。この子の声を聞き違えたんだな。と、井出三郎は思った。新村では、 長男の達之助に二人子供があった。上の男の子は知っていたが、これは二番目の子なのであろう。七重とは血が近いし、それに女の子だから、声が似ていても不思議ではなかった。たーちゃんは七重おばさん知ってるでしょと彼は聞いた。この頃おばさんはいらっしゃいますかい,いえ、おばたまはいらっしゃらないわ。 タちゃんはおばさまの家へ行かないの一度だけ、とタちゃんは言った。火た玉のおばあたま怖いのよ。タちゃんのことにらむの。だから、タちゃん行かないのよ。イデザブロは暗い気持ちになった。幼い子供は敏感に人を見る。イデザブロは火災の人たちを知らないが、その時のにらむから怖い。 という表現は、葛西の老婦人を滑車しているように思え、七重がいつもそういうふうに睨まれているのが見えるようであった。だが、彼が半じたほどにもなく、そのまま月日が経っていった。宝暦八年、井手三郎が二十七歳になった年、定か半兵衛が金銃頭を退いた。 長戸の上宗と氏が在国中で、同職に転ずるのかと思ったがそうではなく、無役になったのである。イレザ三郎は例のように、門番で地層になりながら、半衛自身からそれを聞いた。しかし、無役というと、どういうことなんですかイレさんだけに話すんだがね、と半衛は言った。 俺が上代画廊を狙っているのを気づかれたんだ。上代画廊ですって定かは三代前に上代を務めたことがある。資格はあるんだ。と、半兵衛は言った。今の重職組織は点でなっていない。ザルで水を汲むみたいに大事なものをみんなこぼしっぱなしだ。その弊害はあらゆる面に出始めている。この辺で何とかしないと救いがたいことになるだろう。 すると、イデザブローが言った。ご役になったのはどういうわけです。彼ら、というのは現住職の一部だが、彼らは俺の狙っているものに気づいた。馬鹿な話さ。俺はほぼ10年前から交錯している。イデさんに頼んだ調査もその中に含まれているし、32というこの年まで結婚しないのもそのためさ。ところが、 彼らは今になって気がついた。そうして、慌て、たんだろう。俺を年寄り肝入りに据えようと企んだ。冗談にはない。ここへ来て、そんな手にはめられてたまるもんかい。俺は先手を打って、病気退職の願いを出したというわけさ。よく、お許しがありましたね。バカだね。半衛は、びっくりしたような目をした。 よくお許しが出たって、こんなことが事情をご存知なしに許されると思うのかいすると、殿もそのことは、俺は十年前から工作していると言ったろう。聞いていなかったのか半兵はこう言って、杯を指した。まあ、のも、あの園所の主の健康を祈ってね。その年の六月に、竹の内式部の事件が起こって、 世間がかなり騒がしかった。式部は越後の人で、水イ流の神学文学をよくしたが、その解くことが皇帝をするし、鋭く幕府をなんずるので、ついに捕獲された上、同じ7月には式部とは凶暴の権技で、17人の公家も罰せられた。幕府転覆の陰謀があった。そういう評判が広まり、 世間は一時相当な不安と緊張に覆われた。9月になって間もないある日、半衛は入山を菊水楼へ誘った。そこは城下町から南へ20町ばかり離れた、やはり松屋川に望んだ料理茶屋で、恋の料理が名物だし、離れ座敷には滞在する設備もあって、保養に来る客も少なくなかった。 周囲は木の多い丘や草原が開けてい、松屋川の流れもようやく広く、眺望もよし、完成なことでも知られていた。今日は真面目な話があるんだ。酒月が少し進むと、安兵衛はこう言ってこちらを見た。彼は無役になってからかなり超えて、頬も丸くなり、まぶたが腫れぼったくなっている。 しかし、その腫れぼったいまぶたの下の僧帽は、さえた、鋭い光を放っていた。日の暮れるのが早い季節で、あたりはすでに黄昏の色が濃くなり、松林のすぐ向こうに見える川の水面だけが、いかにも秋らしく、鉛色に寒々むむと光っていた。イレザブロは、次の言葉を待った。どうやら、 事説がやってきた。と、ハンペイが言った。事実はまだはっきりしないが、遅くとも殿が出封される前に決まるだろう。つまり、上代だろう、就任ですね。そして、岸島出三郎は、氷奉行だ。何ですってイデさんが、氷奉行だというのさ。冗談じゃない。出三郎は、ムッとした。 人をからかわないでください。真面目な話だよ。もう一杯。半兵衛は、酒好きを刺した。その時、渡り廊下を渡って、二人の女中が手工を運んでいき、一人が安闘に火を入れた。少を閉めていってくれ。と、半兵衛が言った。それから、呼ぶまでは来なくともいいよ。女中たちは、承知して去った。 この前俺は現在の住職組織がなってないと言った。と、判米は続けた。しかし、組み直さなければならないのは、住職だけじゃない。主だった部業や各役所なども、い組みの必要がある。特に、今度俺が政治を始める場合に、最も重要なのは農業政策で、これには異常な困難が伴うが、何としても成功させなければならない。 それなら、なおさら、私などに、勤まる役じゃないですよ。いや、勤まるんだ。イーレさんこそ、最も適任者なんだ。半兵衛は、手のひらを返して、前に出しながら言った。イーレさんは、郷土史の資料を集めるために、寮内を回った。七年という年月、在々、村々を歩き回って、その土地土地の伝説や、人情風俗を、自分の目と耳で観察した。 俺の頼んだ四項目を加えて、これらの記録は、領内事情の正確な一覧表と言えるし、井出さん自身の経験は、もっと直接に、氷奉行として役に立つ。そう思わないが、井出さん。井出さん、ロちょっと返事ができなかった。手に持った逆を見つめ、不決断に、ややしばらく黙っていた。引き受けるか。 いや、危ない。自信がない。では、生涯、部屋住みで終わるか足軽長屋を建て直した、あの薄暗い家で、陰気臭い老人になり、そして、兄たちの家族の誰かに見取られて死ぬつもりかいや、それは嫌だ。できることなら、それだけはごめん、こう無たい。それなら、こんなことを考えながら、やがて思い切ったというふうに目を上げた。 すると、半兵衛が手を振った。し、来たらしい。と、彼は囁いた。来たとすれば、閉めたものだぞ。イレザブローは息を呑んだ。理由はわからないが、何か異常なことが起ころうとしているらしい。それは半兵衛の態度ですぐにわかった。彼は黙って手真似をし、素早く刀の作業をとってタスキをかけ、また鉢巻きをした。手真似は、 お前もこうしろ。という意味である。イデザブローはドキリとしながら、切迫したハンベイの動作に誘われるように。これも手早くタスキをかけ、鉢巻きをし、袴の桃立ちをきっちりと絞った。俺の首を狙ってるんだ。と、ハンベイは囁ささいた。踏み込んできたら、イデさんは庭へ飛び出してくれ。敵の退路を立つんだ。切り合いは俺が引き受けるから安心しろ。 七その離れは、代わり面して広縁があり、左は渡り廊下、右へ鍵の手に曲がると、手洗い場になっている。後ろは本土ごと違い棚で、こちらから襲われる心配はなかった。本兵衛は、左手の襖を指さした。そこは長四条で、そっちから渡り廊下の手前を庭へ出ろ。 というのらしい。イデザブローはうなずいた。庭先に足音がした。わらじか、旅はだしなのだろう。湿った土を踏む音が、ひたひたと近づき、そこで止まった。一人や二人ではない。一度、軒先で止まると、左右へ分かれるのが、その気配で分かった。半米は、 気合を測っていた。顔色にも、態度にも、動揺した風は微塵もない。彼は急心路で、師範をしのぐと言われた。イデザブロウは自分の興奮を鎮めるようにそう思った。自分も、折り紙をもらっている。もう七年も前のことだが、ともかく、折り紙をもらうところまでは行ったのだ。 定か、高半兵衛。いるか広縁の向こうで声がした。半兵衛は、つと歩み寄り、障子をさっと左右に開け放った。半兵衛は俺だ。待っていたぞ。広縁の向こうに、覆面をした黒小族の男が五人いた。外はもうほとんど暮れて、こちらから刺す灯しの光が。 左右に開いた五輪の姿を照らし出した。出三郎は確かに五輪と数え、彼らが一斉に抜刀するのを見ながら、隣の長四条へ飛び込んだ。彼が渡り廊下から庭へ降りるとき、広縁を踏む乱れた重々しい足音と、つんざくような掛け声が聞こえた。出三郎は、 カット頭へ血がぼり、喉へ硬い玉のようなものが詰まるのを感じた。足がガクガクし、目はかすび根もかかったように、ぼーっと視界が、ほんの短い瞬間ではあったが、暗くなった。くそしっかりしろ彼はつまずきながら庭先へ回った。広縁に一人倒れ、 広縁の下にもう一人、半身をくつぬぎ石に持たれて、居眠りでもしているように倒れているのが見えた。今の間に、二人きったらしい。イでざぶろうはそれを見た途端に、ぐっと体へ力が入るのを感じた。イさん、ン、頼むぞ。半兵衛が叫んだ。こいつら、一人も逃がすんじゃない。 半兵は座敷の真ん中に立っていた。敵は左に二人、右に一人、皆刀を正眼につけたまま、切り込む隙を狙っていた。食前の一つが飛ばされて、ワや皿小鉢が散らかっている中に、もう一つの膳は、それはイデザブローのであったが、元の場所にきちんと据えられてあった。イデザブローは唾を飲んだ。 つばは、うまく飲み込むことができた。喉に詰まった玉のようなものは、もう感じられないし、呼吸もしっかりしてきた。彼は刀を抜きながら叫んだ。女性しましょうか。その瞬間、まるで、イデザブローの声に突きのめされるかのように、左側の一人が、絶叫しながら切り込んだ。刀を上段に上げ、拝み打ちの姿勢で、 跳躍しながら踏み込んだが、半兵は少し身をひねっただけで、手にある刀がひらめいたかと思うと、切り込んだ相手はすっ飛んで行き、ふすまと一緒に長四畳へ倒れた。半兵は右へ一歩、そっちへ刀を振ると見ると、身を翻して逆に左へさっと飛んだ。そこにいた一人は、打ち込みの動作を起こしたところで、 月の姿勢になる瞬間に、半兵衛の刀が頭上を襲った。その男は、ひっという声を上げ、肘で頭をかばいながら身をひねった。半兵衛の刀は、その男の覆面を切り裂き、剥き出しになった男の反面が、塔下に照らし出された。ほんの刹那であったが、イデザブロはそれが、 かさいちゅうやの顔であるように思え、あ、と、我知らず、声を上げた。いけません。その男は、切らないでください。だが、遅かった。いレザブローの叫ぶより早く、半兵衛の二のたちは、その男の太ももを、鋭く切り離っており、そしてその男が、太ももを切り離されて、横まに転倒したときには、 半兵衛はすでに残る一人を広縁まで押し詰めていた。素晴らしい。なんという腕だ。イデザプローは自分が今叫んだことも忘れ、舌を巻く思いで半兵衛を眺めた。後ろがないぞ。と、半兵衛が言った。死ぬのが嫌なら刀を捨てろ。相手は広縁の端まで詰められていた。 左へも右へもかわせない。半兵衛の刀の切っ先が微量の真ん中をぴたりと押さえ、一呼吸ごとにぐいぐいと圧迫している。彼の口から時を置いて、瀕死の人のような荒い息の漏れるのが、イデザブロウに聞こえた。刀を捨てろ、サムないと。半兵衛がもう一度叫んだ。途端に相手は足を踏み外し、 わっというような声を上げながら、庭へ転落した。リアスナー、イデさん。もちろん、イデザブロウははせつけた。相手はどこかをくじいたと見え、体をねじりながら、刀を投げ出して埋めいた。きれい、と、その男はわめいた。切ってくれ。イデザブロウは、刀を突きつけたまま、半兵ベを見た。半兵ベは、 広縁から覗いてみながら、縛ろう。と言った。他の四人が助からない場合に、行き商人として必要だ。そいつの助けで縛ってくれ。半兵衛は、返しを出して丹念に刀を吹き、鞘を拾って収めながら言った。俺は役所と医者へ人をやるように行ってくる。縛るのは簡単でいいぜ。そして彼は、 渡り廊下の向こうへ去った。これだけの騒ぎに、誰も気がつかないのか。イレザブロは不審に思ったが、その時初めて、母屋の方の2階で、三味線や太鼓の賑やかな林が聞こえた。いつそんな何者が始まったか、全く気がつかなかった。こちらは離れているし、時間もごく短い間の出来事だから、 あの賑やかな林では気がつかないのも当然であろう。イデザブローはその男のタスキを外し、両手を後ろへ回して縛った。鳴り物の音に気がつくとともに、負傷者のうめき声や苦しそうな呼吸も聞こえ始めた。あ、と、イデザブローは身震いをした。カサ中チが、彼は、 汚れたたびのまま座敷へ飛び上がっていった。覆面を切り裂かれた男は両足を投げ出し、右の太ももを両手でつかみながらうなっていた。その周りは一面の血である。火災じゃないか。井手三郎はこう言って覗いた。男はこっちを見上げた。髪のように白い、痩せた、歪んだ顔である。 馬回りの何がしとかいう若者で、笠災中夜ではなかった。しかし、その男は言った。笠災は、あっちです。舌がもつれるので、よく聞こえなかった。はじめに切られて。と、その男は言った。庭へ落ちたはずです。庭へ落ちるのを見ました。は、 すぐに引き返した。八。靴脱ぎ石に持たれて、居眠りをしているような男が、火災中夜であった。どうやられたらしい。左手で脇腹を押さえ、石に持たれたまま、はっはとあえでいる。鼻をつくような血の匂いであった。 カサい、しっかりしろ。井出三郎は耳のそばで怒鳴った。今医者が来るぞ。だが、返事もなし、聞こえたようでもなかった。半兵衛は女中や下男たちを連れて戻ってきた。女中や下男たちは、応急手当用の品、卵白とか焼酎とか、公薬とか、さらし木綿などを持ってきた。 助かりそうな奴から先にやろう。半兵衛はこう言って、食代の火を増やさせ、自分で順に負傷者を見回った上、それぞれ手当の指図をしながら、ふと気づいたように。イレさんはもう帰ってくれ。と言った。帰るんですって。大目付と町奉行が来る。後のことがあるから、ここでかかり合いになってはまずいんだ。 あとのことというのは、氷奉行になることであろう。氷奉行になるとき、この件でかかり合いになっていてはまずい、というのに違いない。だが、資格のうち生き残る者や女中たちが知っている。今帰ったところですぐわかるではないかと思った。そういうことは、俺が引き受けるよ。安兵衛は笑いながらい。 酒が途中だけれど、はじめからそのつもりだったんで、しようがない。また飲み直すとして、ともかく帰ってくれ。はじめからそのつもりですって。イレさんには悪いがね。ハン衛は、イデザブローの肩を押した。さあ、玄関まで送っていこう。イデザブローは、笠井中野の方を見た。このまま、行ってしまっていいだろうか。 ふと、七重の顔が目に浮かび、両親の咎めを感じた。だが、もうどうしようもない。あの血の匂いでは。惚れなどがいたところで、どうしようもない。彼は首を振って、半兵衛と一緒に広宴へ出た。彼ら、というのは、いつか話した住職の一部だが、彼らは、俺と殿との間に、 模型があるのを感づいた。と、歩きながら、半兵衛が言った。それでにわかに抗論が起こって、俺を暗殺しようという説が強くなった。よろしいその方がことは手っ取り早い。そっちがその気なら、機会を与えてやろう。こう思って、それで今日はわざわざ、この菊水路まで来てやったのさ。来ることは、わかるようにしてですか 筒抜けの筋があるのさ。恐るべき自信ですね。イでザブローが言った。しかしまさか資格の数まで分かっていたわけではないでしょう。予定より二人多かったよ。イでザブローは呆れたように振り向いた。筒抜けの筋があるんだね。と、半兵衛は笑った。ただびっくりしないで。これが十年がかりの仕事だということを。 思い出してもらいたいな。十年といえば、一昔だぜ。イデザブロウには答える言葉がなかった。近いうちにまた会おう。玄関のところで、ハンベイは言った。俺は、イでさんが好きだ。イでさんのように、自分を売りたがらない人間が、俺は好きだ。今夜は、すまなかったな。兄貴にも、黙っていてくれよ。 そして、半兵は引き返していった。約半月の間、城下全体が不安な暗い気分の下に息を潜めていた。イレザブローも外出をやめ、夜になるのを待ちかねて、城から下がってくる兄の話を聞いた。菊水路襲撃という出来事は誇張して、 噂というものがいつもそうであるように伝えられ、半米はほとんど英雄のように評された。もちろん、現在の住職人には決定的な打撃であった。四角五人のうち即死二人、重傷して三日のちに死んだ者一人、火災中。生き残った者二人であるが、その生き証人の口から、 半衛暗殺の計画が詳しく告白されたのである。馬鹿なことをする者だ。兄の和平は話すたびに言った。サラタが起きてどうしようというのだ。半衛が何だというのだ。お菓子のことを考える連中だ。みんな気でも狂ったに違いない。真相を知らない兄が。 井手三郎にはおかしかった。上代画廊の村山教書が辞職し、末席の河合友教がその代役に直った。それが10月初めのことで、次に江戸の老職のうち三分の二が交代し、国元では河合友教のほか全住職が順次にではあったが入れ替わった。 年が明けて2月、旧住職のうち5名が処罰された。村山教書は A 知居、食録半減。野口孝之助は海役。泉図書は親族預、食録三分の一減。笠西十兵衛は A 知居、食録半減、その他。ということであった。これが済むと、 まだ、半兵を、無役のまま残して、長戸の神宗都は、参勤のため出府した。イデザブロは、最後の報告調書を持って、半兵を、その家に訪ねた。三月になったばかりの、暖かい午後で、菊水郎からこっち、ずっと会っていなかったのである。ああ、あの時はありがとう。忙しくて。 礼に行く暇もなかった。半兵はこう言って、自分の方を叩いた。この通り痩せてしまった。何しろ、酒もゆっくり飲めなかったんだからな。女大家郎はダメだったんですかこんなつだ。殿が在国中ではまずいんでね。それはまたどうしてです。どうしてって、殿の袖に隠れて女大になった。 などと言われるに決まってるからさ。と、半衛は不敵に微笑した。俺は五郎職の処罰も、殿が出布された後でやりたかったんだ。イレザブロは半衛の自信の強さに圧倒されるようであった。著書を渡して帰るとき、兵衛は玄関まで送ってきていった。夏にまた、 少し役買いがある。俺が状態に治ってからだがね。その時は頼むよ。イデ三郎にはちょっとその意味がわからなかった。忘れちゃ困るな。氷奉行だよ。ハンベイはこう言って、それから少し声を潜めた。もし、あの園所の主が余っているんなら、そう言うんだね。もう部屋済みではなくなる。 まもなく結婚することができるってさ。そしてハンベーはくすくす笑った。つまらないことをいつまでも覚えている人だ。イデザブロはこう思いながら家へ帰った。だがそれはつまらないことではなかった。家へ帰った彼が自分の住まいの方へ行こうとすると、 母が呼び止めて、一通の手紙を渡した。つい、今仕方まで、七重が来ていて、帰り品に、その手紙を、母に託したのだという。今、どうしているんですか井デ三郎は、手紙を万全と眺めながら聞いた。ご病気がすっかり治って、医者はもう大丈夫だと言ったそうで、 初めて今日、外へ出てみたのですってよ。病気があって。イデザブローは、不審そうに母を見た。あの人は、病気してたんですか ?9。あら、あなた、はご存じいなかったの知りませんとも。火災家を離縁されて戻ってから、 ずっと寝ついていらしたんですよ。リエンですってイデザブロウは思わず高い声を上げた。火災を離縁されたんですかそれも知らなかったのまあ嫌だ。いつです、それは。去年の6月かしら。と、彼女は記憶をたどるように言った。そう、6月でしたよ、確か。 あなたももろん知っておいでだと思ってましたかね。それでは、菊水楼の時にはもう彼女は葛西にいなかったのか。と、井出三郎は思った。そうとは知らないので、彼女のために葛西を助けようと思った。彼女に嘆きを見せないために、昼夜を死なせたくないと思ったのだが。ああ、それから。 彼女は言った。そのお手紙に書いてあるだろうけれど、今夜のヨイゼックに来ていただきたいっておっしゃってましたよ。イデザブローはぐっと胸が熱くなった。ヨイゼック。久しく途絶えていた新村家のヨイゼック。数えてみれば8年になる。彼は胸が熱いものでいっぱいになり、 全身が柔らかな優しい感情に溶けていくように思った。自分の住まいへ帰るとすぐに手紙を開けてみた。母の言った通り、ヨイゼックの正体であったが。今夜は久しぶりでゆっくり話したい。聞いていただきたいこともあるから、他には誰も呼ばない。客は、 あなたお一人だから、ぜひ来てくださるように。ということが書いてあった。その手紙を読みながら、彼はふとその文字に見覚えがあるような気がした。そして同時に、園書の主という半兵衛の言葉を思い出した。まさか。と彼は呟いた。 まさかそんなことは。イデザブロは立って行って、机の引き出しを開け、あの時の炎書を探した。捨てた記憶はない。引き出しの中へ突っ込んだように思う。しかし、引き出しにはなかった。彼は郷土史の記録や筆記帳を取り出し、一冊ずつ入念にめくっていった。すると、ごく初期の、 筆記帳の中からそれが出てきた。半衛に見つかった時、その帳面に挟んだものであろう。彼はすぐにその演書を開いて、七重の手紙と比べてみた。一石は、似ているようでもあり、似ていないようでもあった。八年という年月が経っているから、同じ人の文字でも変わるのが当然である。 むしろ七のは、演書のそれよりも、いくらか下手に見えた。伊デ三郎はふと思いついて、その二通を裏返しにし、火に透かして裏から比べてみた。筆癖は、裏から見ると、はっきりすることがある。彼は資料集めをするときによく古文書を同じ方法で判別したことがあった。 似ている字もある。おと、歯の崩し方はそっくりだ。と、彼はつぶやいた。特徴のある崩し方だし、さまという字はぴったりだ。しかし、はっきり同じ筆跡だとは言えないな。約半時ばかり、彼は熱心に比べてみた後、何も今決めることはないと思って、 その手紙を片付けた。夜、七時という指定の時刻に、井出三郎は新村家を訪ねた。新村家の人たちとも久しぶりなので、客までしばらく話してから、七恵に促されて、彼女の部屋へ行った。ひな壇は、前の半分にも足りないほど小さく、 ひなの数も少なかった。七枝は段の上のぼんぼりに明かりを入れながら、大抵なひなや道具は、命の民にやってしまったのだ。と言った。父ちゃんと呼んでしょと、いでざぶろうが言った。いつか話をしたことがありますよ。そうでございますってね。あなたが上手に。 苦労の泣き真似をなすったって申しておりましたわ。七前は健康そうに見えた。長患いをした後のようでもなく、胸や腰のあたりは豊かに丸く、肌もツヤツヤとして血色がいい。顔つきなどは昔のままで、嫁に行った人とは思えないし、二十四という年よりは三つ四つも若く見えた。 私は今日まで知らなかったのだが、火災と笛になったんだそうですね。はい。去年の6月でございました。何が原因ですか表向きは子が生まれないからというのですけれど、本当はよそに隠し子がおりましたの。と、七重は寂しげに応んだ。火災がよその方に、 産ませた男のお子で、私が嫁に参るずっと以前からの方でしょ。そのお子が、もう十歳にもなるとわかったものですから。かさがそう言ったんですね。いいね。お母様から伺いました。そう聞いたとき、家三郎はふと、ターちゃんの言葉を思い出した。おばあ様は、にらむから怖い。 という言葉を。私、はじめから、家財のご両親には、お気に入られていないようでしたの。七重は言った。ことにお母様には、私のすることが、何もかも、お気に召さないようで。それで隠し子のことなどを、お話しなすったのでしょう。う私もそれで、辛抱が切れましたから、お願いして。 里へ戻ることにいたしましたの。あなたの方から望んだのですね。実家では兄も母も反対でしたけれど、私それなら死んでしまうからと申しましたわ。七々はこう言って微笑した。すると唇の両端にエクボがよれた。火災があんなことになって、 今では兄や母もよく戻ったなんて申します。と、七前は続けた。でも私は、帰って悪いような気がいたしますわ。あのまま火災にいれば、不幸になったご両親のお世話もできたし、よそに旅行を引き取って、面倒も見てあげられたのですから。いや、そうはさせません。と、イデザブローが言う、 私がそんなことはさせませんよ。七恵は目を見張って彼を見た。イデザブロウの口ぶりがあまりに強かったからである。彼は座り直して、七恵の顔をじっと見つめた。隠さずに、答えてください、七恵さん。八年前のヨいゼックに、私のたもとへ手紙を入れたのはあなたでしょう。 七重は、さっと青くなり、激しく頭を振りながらと思った。い,いえ、い,いえ、そんなことは。正直に言ってください。彼は、遮って畳みかけた。今日の手紙と、あの時のを比べてみました。両方を並べて、一石を比べてみたんです。それでもあなたは、 違うということができますか名前は身を震わせ、何か言いかけたが、両手で顔を覆って彼から背いた。やっぱりそうだった。やっぱり。出三郎はうめくように言い、目をつむりながら深く息を吸った。私はよく覚えている。私は今、はっきり思い出すことができる。 彼は目をつむったまま言った。あの明ある朝、あなたは随分早くから居へ出ていた。あなたは待っていたんだ。梅林のところで私が鳩の鳴き真似をするのを待っていたんだ。七恵はこらえかねたようにむせびあげた。くくとむせびあげながら両手で 顔を覆ったまま言った。私、晴れ着を着ておりました。そうだ。細かい花模様のある晴れ着で、美しく、髪化粧をしていた。ええ。わもうしてしまいます。と、七重は覆った手の影から、泣きながら言った。私 あなたのお返事が伺えると思いました。それで早く起きて、晴れ着を着て、髪をあげ、化粧をして、待っていたのですわ。そうとは知らないものだから、私はあなたを怒らせてしまった。あなたは、いたずらだとおっしゃいました。あの時七恵がどんな気持ちになったか、あなたに、 お分かりになるでしょうかナナエは、結び泣きながら言った。私、あなたもナナエを、好いていてくださるものと思っておりました。ですから、手紙を見れば、すぐに分かっていただけると信じていたんですわ。それなのにあなたは、誰かのいたずらだっておっしゃいました。 私、死んでしまいたいと思いました。私は、あなたが好きだった。好きというだけでなく、愛していたんです。と、イデザブローが囁ささくように言った。あんまり身近だったし、長いことを親しみすぎていたので、愛していることが、 自分にわからなかった。そして、あなたが火災へ行くと決まったとき、初めてそれがわかったんです。今になって、七枝が苦痛の埋めきのように言った。今になって、そんなことを伺うなんて、あんまり悲しいございますわ。いや、 今だから言えるんです。七重さん、と呼びかけて、井手三郎は静かに彼女の方へ膝を寄せた。あの恋文があなたからだと分かっても、私は部屋住みのみでどうしようもなかった。しかし、今は打ち明けることができる。あなたを愛していると、今だな。 打ち明けることができるんです。七重が手戻りの、こんなおばあさんになってからですのあなたは少しも変わってはいない。八年前の今夜と同じ七重さんです。と、彼はさ,さやいた。火災では何も、あなたを変えることはできなかった。あなたは昔のままのあなただ。嘘だと思ったら、自分をよく、 見直してごらんなさい。それから、鏡をよく見るんです。本当に、付き合った同士でなければ、一緒に暮らしても、人間は、変わらないものなんですよ。そう思ってくださいまして、ヒデ様。自分が一番よくわかるはずです。本当に、そう思ってくださいますのね。七恵さん。 彼は手を伸ばして、そっと彼女の肩を抱いた。私は間もなく、お役につくことができます。そうしたらね、七重は彼にもたれかかった。柔らかくもたれかかって、今度は甘やかに、くく泣き始めた。伊勢三郎はその耳へ、 口を寄せて囁いた。私がお役についたら。わかりますかお役について、その時期が来たら。七重の泣き声で、あとは聞こえなかった。七重は今、イデザブローの胸に持たれ、喜びに酔ったような声で、泣き続けた。ひなざんの、 ぼんぼりが、かすかに、またたいていた。